はようございます。やんちゃです。2022年8月30日火曜日の朝です。タイマー18分。はい、18分。今を作成しました。カウントダウンを開始します。カウントダウン開始しました。プランク、さてやりますか。よいしょ。タイマーをセット。はい、スタート。うわ、なんだ、ちょっと待って、1分45秒になってんだけど勢いで始めてしまったか。うおー、しょうがない。今日はストレッチ目標1分45秒に挑戦だ。はあ、今日の天気は、今日は曇り時々雨、はあ、そして26度。うん、涼しいですね。あれ、ちょっと待って、でも明日からまた33度とか。涼しいのは昨日と今日だけか。なるほどね。こっからしばらくまた30度ですね。うん、なるほどね。今日までか、涼しいの。しょうがねえな。さて、なんか面白いニュースないかな。シャープ洗濯機に広告を配信できる新サービス。え？ちょっと笑わせないでくれ。腹筋が痛い。やばい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 。ちょっと笑うとやべえな、これ。どういうことこれ。洗濯機がなんかプレゼントキャンペーン実施中とか言って喋るらしい。え、どういうこと？その分安いのかな。うっ、やばい。あと10秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はあ、できるもんだな、1分45秒でも。はい、プランクプランク、なんか1分45秒やってしまった。すごい、なんかタイマーがなぜか1分45秒になってて、しょうがないから1分45秒やりましたけど、できましたね。なんかこれもあれですか、1ヶ月ぐらいプランクをやってたおかげですか。1ヶ月やってた。わしプランクっていつからやってた。18分とかって言い始めたのが、あ、結構前だな。あ、もう1ヶ月経ってるっぽい、ぽいな。そうですね。これかな？7月29日。だから、そうだ。1ヶ月経ってるわ、もう。毎日プランクをし続けて。偉い。めちゃくちゃ偉いですね。1ヶ月プランクをやり続けることによって15秒を伸ばすことができたっていうことですかね。なんかそこまでじゃなかったですね。1ヶ月前の自分だったら多分できなかったので。そっか、じゃあそうだな、1ヶ月ごとに15秒伸ばしていきますか。じゃあちょっと待って、待って、1ヶ月ごとに15秒伸ばしていくとするじゃん。そしたら10ヶ月で150秒伸びるってことでしょ。150秒ってことは2分半か。10ヶ月で2分半伸びるってことじゃん。10ヶ月で2分半20ヶ月で5分伸びていくと。そうするとやんちゃクラブ全体がプランクになるのに、だいたい70ヶ月ぐらい6年ぐらいですかね。6年ぐらいかけると、やんちゃクラブの毎日の収録が全てプランクになるっていうプランクしながらおはようございますとかって言い始めるですかね。だからおはようございます、やんちゃですとか言って、2030年8月1日
何曜日だ、何曜日だろう。これなんか2030年8月1日が何曜日なのか一瞬でわかる人とかいますよね、たまにね。わしはわかんないんですけど、何曜日の朝ですとか言って、タイマー20分とか言って20分プランクするとか言って。2030年のわしやばない。はぁ。いやでもどこまで伸びるかはちょっとやってみたくなってきましたね、伸びるのであればね。うん、そうだな、1ヶ月に15秒伸ばす程度ならなんかできそうな気がしてきたな。はぁ、あ。何よりね、1ヶ月間プランクが続くとは思ってなかったんで、はい、そこも嬉しいところですね。ただ昨日今日って結構涼しくて、あ、もうこれ完全に秋来たなって思うんですけど、もう秋来たなーの次は、うわ、やばい、蜂が来た。やばい。まあ、蜜蜂だろうから大丈夫だろうけど。冬になったらな、冬でなんか厚着で着込んだ状態でプランクやんの辛そうだな。うん、できるかな。まあできるかできないかで言えばできるでしょうけど。しかしあれですね、さっきの何 CM が流れる洗濯機って何。AIoT クラウドサービス、ココロウォッシュに対応する洗濯機。これ。いやー、いいですね。この開発会議の様子を見たいですね。ココロウォッシュで弊社は勝てるみたいな。はぁ。どうすんだろう、これ。アプリ上でバナーでとか、ユーザーの属性に基づいて洗濯機の、うん、洗濯機関連商品の認知度向上の広告効果が期待できる。うん、広告効果が期待できるのはそのシャープ側の都合であって、ユーザーにとっては何が嬉しいんですか。洗濯関連商品、シャープがおすすめする洗濯関連商品をユーザーが買うことによってさらに体験が上がるわけですか、これ。例としてはライオンの液体高濃度洗剤トップスーパーナノックス自動投入洗濯機専用 350g のプレゼントキャンペーンの音声広告を配信する。プレゼントキャンペーンだからいいのかな。洗濯機が急に喋って、ライオンの洗剤あげるから応募してくれよなみたいな。でもまあそっか、うん、どうでしょうね。そっか、ライオンからも自動投入出てるんだって思う可能性はなくもない。しかし何ですか、わしが今使ってる洗濯機を買った時は、あの洗剤の自動投入機能ってパナソニックの洗濯機にしかなかったんですよ、確か。だから今の買ったんですけど、パナソニックの。でもこれを見る限りシャープのも自動投入機能がどうやらついてるみたいですね。それはなんかいいですね。洗濯機自動投入機能はね、当たり前になってほしいんですよね。あの上の部分の蓋をガッて開けて、もうなんか何洗剤をボトルごとドドドドドって入れとくと、もうあとはなんかもうその後何週間かは洗濯物を入れてコースを選んでボタンを押すだけで、そのなんだ洗濯機が何回かグオングオンって回って、なんか洗濯物の量とかを測ってくれて、でその測ってその分かった洗濯物の量に応じて適切な洗剤の量を入れてくれる。で、まあ、柔軟剤もそうなんですけど、そう適切な量をね勝手に入れてくれるっていうのがねめちゃくちゃ便利なんですよね。だからコインランドリーとかも、まあ、昔のコインランドリーは自分で洗剤入れる方式でしたけど、今のはやっぱり自動投入なわけですよ。だからね、
その洗濯乾燥までやってくれるいい感じのコインランドリーの洗濯機と同じ状態に家がなるから、それはねやっぱり価値があるわけですよね。うわ、なんか来た。はい、なるほどね。何の話してたっけ、洗濯機なんかね、なんか来てた。うん、なんかようわからん iPhone のアプリを入れてくれってはい、はあ、なんかもう何の話してたか飛んじゃったなそうそうそう、自動投入の洗濯機はいいよねっていう話でした。あ、これもうシャープもあるってことは日立とかもあるんですかね。っていうか今国内のメーカーで洗濯機出してるのってどこですかね。自動投入洗濯機、自動投入の洗濯機、ふんふん、パナソニックが、まあ、最初に出ましたか、うん、うおー、なんか出してるメーカー一覧とかをやってる記事があんまないの。まあいっか、今のところパナソニックとシャープ、あ、あった、2022年洗剤自動投入機能付き洗濯機ランキングみたいな、メーカーメーカー、パナソニック、日立、お、日立も出してんですね。じゃあ日立、シャープ、アクア、東芝、あ、もうほぼ全部大体の主要なメーカーは出してるっぽいですね。あ、ようやく当たり前になりましたかよかった今使ってる洗濯機もね、今年もう 4,5 年目なんで、耐用年数で言えばあと3年とかなんですよね。ただなんか日本の家電って耐用年数7年とか言っておきながら、耐用年数の倍とか3倍使えたりするので、あわよくばあと10年使いたいんですけど、2032年まで使いたいんですけどね。ただなんか修理の人が言ってたけど、その耐用年数が過ぎてから3年ぐらいでだいたい部品がなくなるから修理不能に陥ると。だからまあ10年ぐらいが限界なんじゃないんですかねっていう感じでしたから、まあそういう意味ではあと6年ですか。あと6年後にまた洗濯機を買わなきゃいけないけど、6年ともなるともう家がどうなってんのか分かんないんですよね。もうなんか家族の、今暮らしてる家族の人数とかが変わってる可能性すらあるわけですよいろんな意味で、うん、なのでなんかそう考えると6年後ってかなり状況が変わってるというか、なんていうんですかね、社会が未来になるっていうよりもうちの暮らしが未来になるっていうかたくさんみんなでワイワイ暮らしていた頃が懐かしいねみたいな感じになってるはずなんですよね、6年後とかね。だからね、その時にはなんかワンサイズ小さい洗濯機を買ってるかもしれないですね、6年後とか。はあ、なるほどな。そうやって考えるとあれですねだんだん人生の終わりが見えてくるっていうか、あ、ちょっとやばい、これ考えるのやめないとやばいみたいな感じになってきますね。はあ、話を変えるか。昨日なんか夜に改めてアクションカムのテストをしようと思って、今度は腕につけるんじゃなくてミラーのところのポールにマウントする形でカメラをつけて出かけようかなと思ったんですけど、なんかちょっと雨が降っててやめましたなんで
今晩ねチャンスがあればやりたいところではありますね。うん、はい。ただまあ基本的には夜撮るの微妙だなっていう気にはなってきているんで、そうですね、バイク自体にマウントして写りが良ければいいんですけど、なんかあのドライブレコーダーってあんな感じですよねなんか事故った時の証拠とかはあんぐらいでもいいような気がする。うん、まあ夜とか写りは微妙ですけど、なんか何が起きたのかぐらいはわかる。ただあの腕にマウントしてるやつだとそのナックルガードが入ってきて肝心なところ映ってないとかあり得るんで、やっぱミラーのところにマウントするのがいいでしょうけど、はあ、よいしょ。ちょっと久しぶりにあれですかねトゥードゥー見るか。トゥードゥー見るって言ってもあれなんですよね、なんかそのルビー会議に行く時のスクータールートの見積もりとかっていうのが入ってるんですけど、結局スクータールートは断念したので、このトゥードゥーはまとめて消すか、もしくはまだあれですか、予報が変わったりしてます、もしかして。変わってないな、しかも先の予報も出てるけど、まあ無理か。 70%60% で確定しちゃってますね、雨がね。丸一日ずっと降り続けてるわけでもないとは思うんですけどね。とはいえな。まだね、ほんの少しだけ諦めきれない自分がいるそのスクーターで行くやつ。ただそろそろそのスクーターで行かないにしても旅程を確定させないと、あのなんだ、ここのフェリーには乗りたいんですよね、あの伊良湖岬のところから乗るやつ。ただ伊良湖岬のところからフェリーに乗って向こう岸に行くプランってもうとてもじゃないけど、早朝に家を出てとかしないと、うん、そうですね、うん、始発近くに出ても、始発近くに出たとて、そうですね、11時とかですか、ターミナルに着くのが。で11時に着いたとして、11時台のないんですよね、10時50分に出ちゃうから船が。そうすると次のが13時40分なんで、そこの岬のあたりをまあ2時間半ぐらいご飯食べたりとか散策したりとかして、まあ楽しみつつ、まあでもそうするとちょっと余裕あるのか、こっち出る時刻が7時ぐらいに出ても2時間ぐらいはうろうろできるかなみたいな感じの予定を組まないといけないですよね。あとできればあれを予約しないと、チケットを。どうかな、そうだな、新幹線、できれば新幹線を使わずに行きたかったんですけど、さすがにそうはいかんかあ、そうですね、なんか7時ぐらいに出たとしても7時、なんかあれだなあの最後の方に乗る電車の本数が少なすぎるせいで、そのちょっと出る時刻を遅らせるとそれだけでなんか、いや、あのその時刻から40分後に出ても間に合いますよみたいな、なんか1時間ごとのなんかタイムボックスみたいになってるっぽいですね、これね。そうなんだよな、なんか都内で移動するのとこういうなんか地方の鉄道で移動するのとではだいぶ違ってきますよね、このしかも何この41駅を57分間かけていくっていう
一駅40秒とかなんだけど、どういう風になってくんですかね。うん、なんかプシューって言ってしまって、ガタンガタンって言って、すぐにシューンプシャーって言って開いてですぐプシューって閉まるみたいなのが、何、40秒ごとに繰り返されるってこと。これすごい間隔短いですよね、これね。まあちょっとそういう地方の鉄道を乗るのも楽しそうですよね。でもね、はあ、はい、まあちょっとなるべく早く現地についてチェックインしたいはしたいので、やっぱり始発で出る感じになりますかね。いやー、どうなることやら。あー、まあそうか、そういう意味ではなんか11時ぐらいに岬に着いて、岬でやんちゃクラブの収録をやって、で編集しながら、ご飯食べて編集しながらフェリーを待って、でフェリー乗ってっていう感じが良さそうか。どこでアップロードするかが問題なんですよね。ポポでアップロードできるかな。まあなんか頑張ってコツコツ電車に乗りながらアップロードするかちょっとその辺もなんか予定組まないとやっぱダメですね。よし、終わろう、バイバイ。